エリック・ハイデン、エリック・ハイデン、エリック・アーサー・ヘイデン、1958年6月14日隊は、アメリカ合衆国のドイツ系アメリカ人、スピードスケート選手、自転車競技選手、整形外科医。ウィスコンシン州マディソンの出身、ハイデンは1980年に、地元で行われた、レイク・プラシット・オリンピックにおいて、男子スピードスケートで500メートル、1000メートル、 1500メートル、5000メートル、1万メートルの五種目、すべてで、金メダルを獲得する快挙を達し、パーフェクトゴールドメダリストと呼ばれた。また妹のベスハイデンも、女子3000メートルにて、同大会で、同メダルを獲得し、兄弟揃って、同大会で、メダル獲得をした。スケート引退後は、ウィスコンシン大学医学部を卒業、現在は、整形外科医。 ハイデンは幼少時よりスポーツマニアの父により様々な競技をさせられていた。初めてスケートリンクに立ったのはハイデンが3歳の時だったという。スピードスケートを本格的に始めた高校の時にはすぐに全米でもトップクラスの選手となり世界ジュニアスプリントで2位に入った。しかし1976年初めて挑戦したインスブルックオリンピックでは500。 1000メートルとも入賞すら果たせず、当時スケート大国であった、ソ連やオランダ勢には遠く及ばなかった。これを機にハイデンは、地元のクラブの女性コーチダイアンホルム、札幌オリンピックスピードスケート1500メートル金メダリストに頼み込んで、独自の超ハードな練習を徹底的に行い、驚異的な肉体を身につけた。太ももの太さは74センチに達していたという。 それでも、ハイデン本人もコーチも、未知のトレーニング、オイルを塗った床の上で滑る練習や、ゴムチューブを巻きつけ引っ張り、遠心力に耐える等であったため、実際に成功に結びつくかは不安であり、またコーチもナショナルチームのコーチといった存在ではなく、単なる地元のスケート教室のトレーナーであったため、旅費を捻出できずに、ヨーロッパ遠征にも同行できないという状況であった。結局、 ハイデンは1977年から1979年までスプリント、オールラウンドの両世界選手権を連覇してまさに無敵の存在となり本場のヨーロッパ勢を唖然とさせることとなった。また、そのトレーニング方法も今日では普通にスピードスケートの選手が取り入れるポピュラーなものとなったのである。世界記録も何度も更新し万全の体制で1980年。 地元のレイクプラシッドで行われる冬季オリンピックに臨むこととなる。1980年の冬季オリンピック、レイクプラシッド大会は、ハイデンが全種目制覇を達成するかに、全世界の注目が集まった。地元アメリカの選手であり、21歳という若さにも、かかわらずスピードスケートの頂点に君臨していたこと、また日程的にも、種目間に、 インターバルが十分取れるということもあり、ハイデン本人も完全制覇を意識していた。しかし実際には強力なライバルもおり、容易ではなかったのである。まず最初の種目は500メートルだが、この種目が一番不安視されていた。同窓のソ連のエフゲニー・クリコフは、当時の世界記録保持者、しかもハイデンは不利なアウトスタート、当時の500メートルは2014年チオリンピックまで。 行われたように、インアウトを交互に滑るルールではなく、2018年ピョンチャンオリンピックから、復活した完全な一発勝負形式となっていた、だったのである。さらに悪いことに、ハイデンは、最初のスタートでフライングを犯してしまい、やり直しとなったスタートで、クリコフの先行を許してしまう。クリコフのリードでレースは進み、ハイデンの夢は早くも打ち砕かれてしまうのかと思われた、時、 クリコフがカーブで大きくバランスを崩し、そのおかげでハイデンは逆転資金メダルを獲得する子ができた。クリコフは猛烈ない上げで銀メダルとなったがミスがなければまずハイデンを破っていたと思われる。このように完全制覇のスタートは運も味方にしてのものであった。続く5000メートルはハイデン自身体力的に最もきついと言っていたレースである。結果は 金差の争いを1秒差で制することとなり、ラッキーだったよ、とハイデンは述べた。インターバルを置いた1000メートルは5種目中唯一、何の問題もなく制覇し3冠を達成した。しかし続く1500メートルでハイデンは、快調に滑り、余裕を持って、優勝かと思われた矢先の600メートル付近で、大きくバランスを崩し、転倒しか掛けるという場面が見られた。だが、 強靭な太ももとボディバランスで持ち直し、四つ目の金メダルを獲得。安カ感からかインタビューでは感想を求められての第一声で、ワーオ、とおどけてみせている。そしてインターバルを置いて、ついに最終種目一万メートルに臨むことになるが、ここに一番の難関が待ち構えていたのである。前日に、ハイデンはアイスホッケーのアメリカ対ソ連の試合を観戦してた。 学生中心で臨んだアメリカが最強と言われていたソ連チームを破った試合に熱狂し興奮のあまり夜なかなか眠ることができなかったというディスコでフィーバーしていたというの噂はまであると本人が証言おかげでハイデンは翌日スケート会場に遅れて到着しコーチや関係者を焼きもきさせたそんな中臨んだ最終種目1万メートルでは またしても当時の世界記録保持者と同じ組で滑ることになる。その相手、ソ連のビクター・ラスキンは個人の記録以上にスケート大国の威信にかけてハイデンの全種目制覇を阻まんともえていい。スタート直後から一気に飛ばし、ハイデンのペースを狂わせる作戦に出たラスキンに、ハイデンは大きく取り残され、精神的にかなりのプレッシャーを課されることとなった。 それでもコーチは構わずペースを守り続けるよう冷静に指示を与える。結局5000メートル付近でラスキンは失速し、今度は逆にハイデンの独走となる。しかし最終種目だけにこれまでの疲労の蓄積は並大抵ではなくしかも寝不足でもあり、プレッシャーをかけられ続けていたハイデンの方としても周回を重ねるごとに体力は限界に近づき、 もはや腰を曲げている状態だけでも耐えられなくなってきたという。最後はまさに残りの気力を振り絞ってのフィニッシュとなった。その結果は世界記録を大幅に更新しての金メダル獲得となった。空前絶後の完全制覇を達成し、当時アメリカと冷戦状態にあったソ連の新聞も記録に残る勝利としてハイデンの栄誉を称えたのである。 まさに全米の英雄となったハイデンではあるが、逸話後にあっさりとスケート競技から引退し、大学の医学部に戻ることを表明した。また殺到したコマーシャル出演の話をすべて断り、自分の金メダルを金儲けには利用したくないと述べた。ところが、翌1981年、妹のベスが1980年の世界選手権、個人ロードレースで優勝を果たした影響を受け、 セブンイレブンと契約を結んで、自転車競技のプロロードレース選手に転身。1985年、全米プロ自転車選手権、ロードレース、ゲンフィラデルフィアインターナショナルチャンピオンシップの初代、優勝者となった。翌1986年、セブンイレブンチームとしても初参加となったツールド、フランスに、同チームの一員として参加。しかし、第18ステージで途中棄権した。 なお、自転車競技選手としては1990年まで現役を続けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。